はい、マッスルグリルです。今日はドッグカフェですよ。今日は AH ベースさんという両国にあるドッグカフェですね。で、ワンちゃんっていうのは特別な癒しを与えてくれるんで、まあ、特に減量中とかね、いろいろある時、ああ疲れたなーなんていう時にね、ワンちゃんとよーしよしなんてやるとテンション上がっちゃって大変なことになりますから大変。今日ワンちゃんベロベロして、ワンちゃんベロベロするんですか。ワンちゃんをベロベロしてね元気になろうかなと思ってますね。で、今日まだゲスト君来るんですね。いつも。こんにちは。こんにちは。村田です。ダンディと三浦です。三浦さんですよ。準レギュラーじゃないですか。準レギュラーですね。はい、ありがとうございます。まあ、僕がこう来たかったんですよ。そうですね。インスタグラムで実はフォローしてて。あ、もう村田さんといえば愛犬家ですからね。そうなんです。じゃあなんか行っていきますか。行きましょう。はい。マジュールやらないよ。マジュールいないです。今日マジュールいない。アドビさん、はい、D さん来ました。 D さん来ました。すいません、そうです。これで近くしちゃいました。あのミュータント・タートルズの新メンバーオーディションを受けてたらちょっとここでなんかどなたもやめるって言うから。最近ね、もうね、お前出すぎみたいな、ちょっとまっすぐに出すぎみたいな感じになってるから、ちょっとコメント欄、あの、すいません、出ちゃいます。もう出ちゃいますよ。みんないた方がいいっすよ。よろしくお願いします。タちゃん、かわいいね。やばい、かわいい、かわいい。何ですか、浅見さん。え、何ですか。いや、ワンちゃんこうやってると喜ぶんだ。確かに喜んでますね。今これあれですよね、相性チェック中ですよね。そうそうそう、フィーリングカップですよね。じゃあ、浅見さん、フィーリングカップルで、はい、この子は犬種とお名前をお願いします。トイプードルのハイちゃんです。トイプードルのハイちゃん、灰色だから灰色っていうのと、あとハイテンションだって。ハイテンション、そうですね。はい。 D さんははい、このポメですね。我が家の犬、犬ポメラニアン、ポメラニアンのポメちゃんです。ポメちゃんじゃないですね。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃんですね。じゃあ、三浦さん。はい、はい、チワワのイブくんです。イブくんですね、可愛いですね。じゃあ、村田さん。シーズーのクッキーくんです。クッキーくんですね。クッキーくん、クッキーくん、クッキーくん。でしょ、本日担当していただく AH ベースの石井さんですね。はい、チワワ系の石井さんです。石井ですか。はい、チワワ系の、よろしくお願いします。お願いします。チワワです。アザミさん散歩いや、これはね、間違いないです、ここは。来ないと損。来ないと損ですね。損ですね、これ。バックインですよ。一応、ワンちゃんが行く方についてくれて、自分が、自分にワンちゃんをついてくださいって。あ、こっちだよって、導いてあげる感じですね。導いてあげる感じですね。でも、散歩すごい楽しいものだよって教えたい。ああ、いいですね。楽しくはなくて、ワンちゃん楽しいって感じですね。あ、楽しい感じで呼んであげると。そうですね。あれ、抱っこ犬になっちゃいました。抱っこ犬になっちゃいました。マイペースだったんでねー。よい、村田さんもうベテランさんですね。僕は犬好きなんでね。犬好きですもんね。好きなんで1日30分はするんで。犬、あ、本当ですか。はい。犬さん、いいっすね。今、カーディオ中です。カーディオ痩せそう。暗闇できてるからすごいリア充になった気分で嬉しいけど気持ちいいっすね。気持ちいいっすね。天気もいいし、今日は気持ちいいです。ねえ、ワンちゃん、ワンちゃん来て、かわいいね。あれ、友達いますよ。友達がいるよ。かわいい。あれ、だいぶマッチョじゃない。あれ、マッチョのタンク。あれ、何してるんすか、こんな集団で。元気さん、ちょっとみんなで散歩したんですよ今。マジっすか。僕普通にここ散歩コースなんで。近い、近所っすもんね。そうっす、うちのジジイと。かわいい。コテツと。コテツちゃんですね。はい、ペアルックじゃないですか。あれ、ペアルックじゃないですか。そう、今日白のタンクで一緒に歩きたいなと思って、はい、白のタンクトップなかったんで袖切ってきました。ほんとだ、荒いっすね、境に荒い。マッチョあれだね、集まっちゃうんだね。集まっちゃいますね、引き寄せられちゃいますね。引き寄せの法則ってやつですかね。そうですね、完全にこの法則通りだ。じゃあ、みんなで散歩しますか。行きましょう。そうっすね。妖怪いるぞ、ハイちゃん。なんかいました。ハイちゃんがちょっと様子おかしいと思って、容器感じるからさ。
なんかいるよ。こんなんですか。なんか感じるんで。いや全然感じてないじゃないですか。最高じゃないですか。こてつはプロクオリファイ出るんで。あ、じゃあオーバーオールでカネキンさんのキャメロットと、あとビーフさんのリッキーと、リッキーとで元気さんのこてつ。楽しみだな。てっちゃん。慣れてきました。慣れてきた。あれおねむですか、三浦さんの子。寝てますね。それで。ワンちゃんのご飯についてちょっと紹介していただけるというお願いします。ワンライフさんというのおやつなんですけど。ワンライフ、はい、はい、ペットの栄養管理士さんが考えて作ったおやつなので、こちらのエビナゴとかだとちゃんと塩抜きをしっかりしてから作っているので、目の色がちゃんと黒くなって、はい、でちゃんと一本一本丁寧にまっすぐに伸ばしてから、はい、食べやすいし、そうです、しょっぱくない、塩分もちゃんと抑えられる。ってことはこれは沼ですか。そうです、これが沼じゃないです。沼じゃないです、はい、行きましょう。あ、沼っていう、あ、すいません。これスープですね、ワンテールスープ。そしてこれが木の枝ですか。これがヤシシカスティックっていうのがあるんですけど、はい、のお肉とこのトライプと混ぜたものです。なるほど、酵素の入ったお肉。そうですね。なるほど。こちらは消臭剤なんですけど、すごい消臭力があるんです。ワンちゃんがダイコンを持ってるので、ワンちゃんがダメでしょ、一瞬で手が使ってるので、すごい。ワンちゃんよ、ワンちゃんよ。結構強烈なんで、こちらはこれが酵素が入ってる。これが噂の酵素。あー、すごいですね。匂いも、あ、いい匂いしますね。結構甘い梅酒みたいな匂いしますよ、うん、これも沼より沼ですね。沼より沼だね。ちょっと食べてみていいですか。いいですよ。ちなみにこれは何が入ってるんですかね。これはいろんなお野菜だったり、野菜、はい、果物とかが入ってます。めちゃくちゃうまいじゃないですか。すごい健康です。すごいですよこれ。パンプアップが持ってこいですよ。パンプアップ3日前ぐらいからこれでカーブアップしてみて。カーブ入ってないですよあんまり。 1.5 倍ぐらいパンプするぐらい。じゃあ次のコンテスト前はこれで決まりっすね。そうだね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、元気さんどうでした。いやー、てかね、私びっくりしました。散歩してただけだね。あ、そっかそっか、途中からね、偶然ですもんね。偶然、みんないて。やっぱ犬とね、マッチョ、まあ、いいですよね。だから、で、こんな施設もね、あるのもご近所だったんですが、知らなかったんで、恥ずかしい話なんですけど、すごくいい施設が、両国にはあるんだろうと、お相撲さんだけじゃないんだなって思いました。はい、そうですね。もうね、今日久しぶりにちょっとインヌと触れ合ってしまって、私さっきからのインヌってワンちゃんのことインヌってネットで生きてるから。そうそう、ネットで生きてますね、完全に。そうそう、もうネラー感が半端ない。俺も久しぶりにあのこうペット飼いたいなんて、昔ちょっとシーマンっていうの飼ってたんですけど、でもそっからちょっとそれもゲームですよね。ちょっとそのインヌと一緒にこういうのを来ようかなと思います。インヌは言わなくていいですね。急にネラーが出た。ありがとうございました。三浦さんどうでした。そうですね、私ウサギ分かってたんですけど、そう、小学生の時、まあ、犬と触れ合うのってなかなかなかったので、すごい貴重な経験でしたね。減量中ってもうすごいナーバスになるんで、ワンちゃんと戯れて、もう元気になれるとか。確かに楽しかったですね。良かったですね。まあ、本当にちっちゃい頃は結構犬苦手で、お尻噛まれちゃったんですよ、一回野犬に。そんなんいます。いやいや、あのね、栗橋っていうとこ住んでた昔まだ野犬がいたのよ、ちっちゃい。いやそれで噛まれちゃったりしてさ、ちょっと怖かったけど、それはなんかね、やっぱりなんていうか、考え方次第なんだよね。やっぱり向こう前中を持って噛んでくるっていう今の気がありますよ。いや、愛情ないですよ、多分野犬は。
でも今日来てずっとうわ犬飼いたいなっつって言ってましたもんね。いやもうなんか犬飼いたいですね、久々にね。誰にでも優しくできるよね。間違いないです、 100% で飼ってくれるんで大事にしないとダメですよ、これは。あんちゃん飼ったから結局自分の心の平和を保つために飼ってる。そうっすね、間違いないです。本当に動物触ってるとメンタルを保たれるんですよ、ね、アニマルセラピーって言うじゃないですか、はい、まさにそれっす。またちょっと来ましょうよ。もうぜひ、ね、はい、プライベートで来ます。プライベートで来ます、はい、帰ります。あ、手振ってる手振ってる。おー、かわいい。ありがとうございました。ありがとうございました。 HBS さんのコンセプト、理念を教えていただけるか。ワンちゃん飼ってる方も飼ってない方も、ワンちゃんとヒューマンが共にこう幸せになれる社会づくりとして、ここを一つ触れ合いの場所としてすごい楽しかったので、皆さん来てみてはいかがでしょうか。そうですね、ワンちゃん飼ってない人も全然楽しめます。はい、もちろんです。両国駅から徒歩3分ぐらいですよね、大分から。そうですね、はい、3分ぐらいです。ぜひ城来てみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。お待ちしてます。